こんにちは、ライムです。ということで、今回は全人類待望の水着ガチャがやってきたということで、第1夜100連ガチャ。はい、ということでね、この前に性能解説動画もアップしてるんで、悩んでるという方はね、ぜひそちらも見てほしいなと思います。で、まだこちらのガチャとモンハンコラボガチャもね、悩めるんで、今回の私の解説動画見てからでもモンハンコラボガチャ回せるんでね、ぜひ皆さん判断材料にしてみてほしいなと思います。はい、ということで早速ですね、やっていきたいなと思うんですが、とりあえずウィッシュリストの設定からいきましょう。はい、ということでウィッシュリストこんな感じになりました。とりあえず、今回の新しいイベントと、あとランキングもですね、炎弱点になりそうだなというところがありますので、炎属性系のアイテム武器をねセットしておきました。エッグステッキ HP アップと炎属性威力アップ、炎パでサブで使うよね。はい、あと無名、これ HP アップと雷耐性アップです。こちら今回の、強敵襲来のクラッシュでも使えますし、あとラム EX に対しても有効なサブ武器ということで、こちらで、あとはローズマスケット、これも今回のイベントで使えますね。炎魔法の魔防弾、魔法アビ威力アップと炎属性威力アップ、そしてマイスティーロ、これ強敵襲来でも使っていけます。 HP アップと水属性威力アップ、そしてフェザーグラブ、こちらも攻撃アップと水属性威力アップで、今回の強敵襲来でも大活躍ということで、こんな感じにしてみました。はい、ということで早速第1夜10連目いきたいと思います。で、スタンプは一応ね、ユヒ優先にしてるかな。どっちにしても今日明日で200連いくつもりなので、どっちが先でも当たるでしょうということで、さあどうだ、今夜は果たして紙引きできるのか。最近ガチャ運めちゃくちゃ悪いからね、マジで確率バグってんじゃねえかっていうぐらい出てほしい。逆にこれまでの最近の不運を取り返すぐらいの引きをそろそろしたい。あるいはあれかもしんないね、1周年ぐらいまでずっと爆死続きで、1周年でめちゃめちゃ紙引き連打の可能性が、あ、避けたぞ。でもこれ確定だな。1枠いただきました。1つ何かいただきました。なんだろう、ウィッシュリスト、せめてウィッシュリストさえ仕事してくれれば。おお、いいね。あれでもザックスとルティアでしょ。ローズマスケット、ザックスはトゥインクルスターだったら嬉しい。いやー、ツバイハンだ。ツバハン。さあ、どうだ。あー、やった、この。うっしゃ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 。うっしゃしゃしゃ。やりました。マリンシューター。色合いがマリンだね。ありがとう。で、そういえば、マリンシューターの、どこで使おうか考えてなかったな。マリンシューターどこで使おうかな。炎ダウンと炎耐性ダウンだからね、どこで使おうかな。はい、20連目いきます。どこで使おうか考えてなかったな。炎耐性ダウンとかが生きる場所がね限られてくんだよね。芝だと仏光耐性意味ないからね。ちょっと皆さん、コメント欄で、使い道というか、ここで使ってほしいとかあれば、ぜひお願いしたいんですが。どうしようかね。ルティアね。なんか、これといって、今、汎用的には使えるんだけど、なんか、高難度で、召喚銃だと今出てるやつだと、ちょっと刺さりにくいからね。魔法攻撃が多いから。さあ、どうだ。あ、いいね。めちゃめちゃいいね。
これは今までの不運を取り返してんじゃないか。この最初運がいいの。あ、珍しい珍しい、ルティアだねこれ。珍しい、うおー、いいね。これで1突、これで持続時間が伸びました。持続時間伸びるのでかいよ。6突すれば炎耐性大ダウンだからね、いきなり。さあどうだ、ケッちゃんは何も突、おー、かわいいね。ケッちゃんは未だね、貫突武器ゼロなので、何出ても当たり。そういう意味で言えば。スタンプ運が悪いけど、全然いい。なんならスタンプ全部1でもいい。1でもいいから、とにかく、紙引き。これが大事よ。突撃ラッパ、ぶっこうとアビー力アップ。物理殴り。物理殴りしたいときかな。はい。30連目、マイル。普通チョコボ。1。さあ、どうじゃ。さあ、どうですか。着替えてこい。着替えてこね。スタンプ1。1。すごいね。今回はスタンプ運を犠牲にしてるんだろうか。3連続1はなかなか。なかなかの確率だね。まあスタンプ1の確率が一番高いとはいえ、なかなかだね。さあどうだ、いけ、クラウド、避けろ、弾け、避け、ああ受け止めるぞ。まあ確率で言ったらまあうん、まあぼちぼち、うん、まあそうだろうね。星4確定、まあそうだろうね。スキップします。ぐぬぬぬぬ、はい、40連目いきます。普通チョコボだね。色チョコボしか1だね今回はスタンプがひどい。4連続1、スタンプ運ひどいね。最近やっぱケットシーがスタンプで出てきたり、黒チョコボがね初めて出たりとか、そういうのもあるんだろうね。やっぱ確率の収束というか、やっぱバランス取ってるね。確率が、確率は確率だからな。あ、いいねいいねいいね。マジでスタンプと中身の運が逆になってるぞ今回。いや、いつもこれでいいんだよな、マジで。スタンプ全然1でもいいから。マジで。ガチャの中身が毎回これだったらすっげーいい。ルティア。お?どっちだろうね。ローズマスケットか。マリンシューターか。ローズマスケット。これで、ローズマスケット6突かな。ウィッシュリストでこの人コツコツ上げてきたけど。スキップします。いいね、いいと思います。これはもう最高のエッグステッキとザックスの相方だからね、これはいいと思います。はい、ということで50連目マイル、普通チョコボの2。まあまあまあ、さすがにね、11112だから50連でようやくスタンプ半分ってなかなかないね。逆にね、なかなかないわ。まあ、ワンチャン次がスタンプ6で大逆転する可能性も全然あるけどね。次スタンプ6で11でも80連で上まで届くってことだからね。どうだろうな、ないだろうな。ワンチャンこれで、まだね、あれだよ。スタンプ、これ100連して、上まで届かない可能性も全然あるからね。これ確定枠あるんで、いや、これ出ねえじゃん。これ確定枠1個ってことだね。確定枠1個です。うん、やっぱユフィ設定しておいてよかったってことだな。逆に言うと。これで一応、最低限、無突を1つずつ確保はできてる。ちょっとユフィもどこで使うか悩みどこだよな。
千葉が魔法弱点なので物理のユフィって使えないんだよな。なんかねこれパッと見威力めっちゃ弱そうだけど、なんかこのねしましまモーグリングをぶん投げて爆発が起こるってどういうことなのっていう、中に爆薬仕込んでんのかなって。まあ、投げるために爆発してたら武器の原型保ってないと思うけどね。はい、ということで60連目いきたいと思います。マイル、お3ちょっと上がってきたぞ。スタンプ運が1,2,3できてる。お上がってきてんな。60連でここまで来た。ちょっとちょいあがです。ちょいあがおじさん、あ着替えてきた。いいね、なんか今回いいぞ。今回のガチャはとてもとても爆死とは言えない感じになってきた。まあ、前回とかのガチャとね足して割ったら大体平均、それでも全然平均値だと思うけど。さあクラちゃん見せてくれ。ウィッシュリスト3つでいい。ウィッシュリスト3つでもいい。ユヒのモーグリング4つでもいい。来い、4つ5つ6つ。おこれセフィロスとティファ、ああフェザーグラブ入れてたわ。自分でフェザーグラブ入れてんの忘れてたわ。フェザーグラブ入れてる。ムメイか、あいいねいいね、欲しかったムメイ。いいよ、あフェザーグラブいいね、いいよ、いいぞ、いいぞ。今日マジですげえ、マジで今までの不運取り返してる。70連目、取り返せ取り返せ、ガシガシ取り返せ。2、あってことは80連でウェアだね。スタンプは結局いつも通りって感じか。うん、まあ80連で到達すればだいたい平均値あたりかなっていうとこだね。さあどうだ。まだ出てないやつなんだっけ。まだ出てないやつで言うとマイスティーロとかか。マイスティーロとか、あとエッグステッキね。エッグステッキでもいいな。エッグステッキでもいいぞ。終わってる。おわ。もう星5何個出たか覚えてないや。はい、次が80連目です。これスタンプ 何が出ても、あぴったり80連でぴったりスタンプ12ですね。ここはただのウェアなんで普通に確定演出出るか大事だね。あと皆さんあれやってみましたか。新しいじゃないわ、強敵襲来のクラッシュやってみた。なんかめちゃくちゃ強いね。めちゃくちゃ強かったよ。やってみたらちょっとできれば日付変わる前には攻略動画アップしたいんだけど、ちょっと何回かやってね、なかなか歯応えしかないなと思って。めちゃめちゃ硬いっていうね。今回の新しい武器とかちゃんととつってないと難しそう。今回の新しいあのグレンとかの武器一突でやってんだけどね、さすがに難易度高い。ムメイ、オッケー。あ、ウェアゲットですね。
しかもこれ何気にさ、今回ルティアもユフィも水着なのに太陽の恵みで仏棒上がるっていう意味のわからなさどう考えてもむしろ仏棒下がるだろうっていう見た目のウェアなのにね、お腹とか丸出しなのになんで仏棒上がるんだろうって思うよね。なんかもう服自体に魔法みたいなね、あのファンタジー要素が含まれてんのかなみたいな。90連目いきます。ファンタジーだよね。なぜか水着なのに防御力が上がるんだから不思議だわ。腹パンとかされたら激弱そうだけどね、この2人。こんな細い体して、不思議だ。ファンタジー七不思議の一つだと思う。さあクラちゃん、お前の本気を見せてやれ。まずいな、ここまでユフィがまだ無凸だけ。うわー、星4確定だ。全然突れないなこれな。ユフィもまあ割と新しめのキャラなんでスキップします。武器パーツが全然足りてないんだよね。最初の方いっぱい使っちゃったってのはあるけど、これ100連です。最後、これが泣いても笑っても最後だ。全部普通のチョコボしか出なかった。全部普通チョコ。あ、でもまあ爆死とは言えないね。今回いっぱい出たわ、ありがとうございました。多分平均値超えはしたんじゃないかな。 8? 確定枠除いても8ぐらい出たよね多分ね。あ、これ結構良かった。今回ようやくなんか爆死分をチャラにはなってないけどね、チャラにはなってないけど、前回分と足して平均値くらいはいったんじゃないの。うわー、最後はダメか。ジャンプフィーバーダメ。はい、星4確定ダメ。はあ、ユフィ無凸か。無凸フィー、まあ趣旨はウェアが欲しかったっていうのもあるから。はい、スキップします。はい、ということで今回ね、水着ガチャ第1夜100連ガチャぶっ放してみました。皆さんもね、まだ悩んでる方いるかなと思うんで、ぜひね解説動画見てほしいなと思います。でガチャ結果から言うと、今回めっちゃ良かったと思う。多分途中からもう数えるの忘れたけど、まあ8くらいは多分確定枠除いても当たってたのかなみたいなところがあるんで、よかったー、マジで。精神的にね、この後の僕のあのモチベに関わってくることなので、まあ、今回よかったです。いつもこれでいてほしい、マジで。スタンプこれぐらいでいいから、毎回もう、ガチャの中身だけはずっとこれでいてほしい。本当に。切に願うね。はい。といったところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。次回は、攻略動画かな、新しいイベントの攻略とか使ってみた動画とかクラッシュとかいろいろやることあるんで、ぜひね、まあそれらもよろしくお願いします。といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。